私の名はアッパス、モロッコに住む会社員だ。頑張れ、もう少しだよ。もう限界よ。妻レイラの出産の付き添いをしてもう2日も経つ。俺たち夫婦はとにかく子供が欲しかった。ねえ、こっちに来て。さすがにギブ。そろそろできるかしら。毎日夜を共にし、休日は18ラウンド、精魂尽き果てるまで共に過ごした。そんな生活を1年過ごし、1955年、2人が25歳になった頃、おめでとう、妊娠3ヶ月ですよ。やった、よかった。僕たちの子だよ、レイラ。レイラが子供を身ごもった。それから出産に備え、レイラは安静していた。体が冷えるよ。やめて、私に触らないで。え、ちょっと気が立ってるの。だが妊娠するとホルモンバランスが変化、時折気性が荒くなることがあった。そんな不安定な日々を過ごす中で、痛い。レイラ、始まったかも。陣痛が始まった。すぐに病院に行き、分娩へ。呼吸は整えて。頑張れ、レイラ。先生、ダメかもしれない。だが彼女は2日もの長時間出産に至ることはなかった。出産にかかる長さは人それぞれ、陣痛から5分で生まれることもあるが、はあ、ダメ、無理そう。この分だともう少しかかりそうですね。そうですか。レイラはかなり難航していた。出産立ち会いで休みをもらったが、まさかこんなにかかるとは。ごめん、また何かあったら連絡ください。わかりました。行っちゃうの？私はレイラを残して会社へ向かった。だが就業後すぐに病院へ戻る。あれ、分娩室か？レイラはどこに？アッバスさん、実は奥さんの姿が見えず。え？なんとレイラは病院から姿を消していた。レイラは身重で出産間近だぞ。行く場所があるとすれば。おい、何してんだ？あなた。なんとレイラは家に帰っていた。レイラ、何してるんだ？ほら、病院に戻るぞ。いや、私、あそこに戻りたくない。私の説得も聞かず、レイラは泣きながら震えている。レイラの話によると、ダメだ、蘇生治療だ。何？難産で手こずっていた妊婦が帝王切開手術を受け絶命したのを目撃してしまったのだという。この時代の医療技術は未完成な部分も多く、帝王切開の成功率も低かった。私もこのままじゃ殺される。死の恐怖から逃げ出してしまったらしい。と言っても自宅より病院の方が安全だ。でも戻ろうよ。嫌だ、病院に戻ったら私も殺されるのよ。レイラ。だが妻は死への恐怖から精神を錯乱させていた。そんなレイラに頭を悩ませること2日。え、痛みがなくなったわ。は？なんで？出産に怯えていた私たちだが、急に違和感が消えたのだという。多分私は神の子を宿しているのよ。あ、何言ってんだよ、神の子って。そんなのただの迷信だろ。妻は妄言とも取れる言葉を口にした。我が国では出産できなかった時、神の子を宿すと形容することがある。医学的には流産したが流れ出ずにお腹に残ってしまう症状を言うが、懐妊した子が神となって止まる。妻はその迷信じみたものを信じ込んだ。何が彼女をそう思わせたのか不明だが、日に日に精神はいびつに。この世に降誕するまでもう少し待ちましょうね。なあ、病院で見てもらおうよ。慎め、神のご意向だ。彼女は本気で信じているのだ。自分は神の子を宿しているのだと。彼女の機嫌は日によって変動。ねえ、あなたどう？レイラ、お腹に触るんじゃ。今日は大丈夫よ。とか言ってよ。正直僕が制御できるものではなくなっていった。私はそんな彼女に振り回されながらも愛した女性を見捨てることができなかった。近づくな。よせ、レイラ。そうして幾年の時が流れ、出産予定日から46年後。ほら、お茶はどうだい。ありがとうございます。妊娠や神の子なんてとっくり忘れ去って、私たちは72歳の老人になった。平穏な日常、あとは天寿を全うできれば、そう思っていたある日。痛い。レイラ、どうしたんだ。急にレイラが腹痛を訴え始めた。急いで病院に向かい検査を受けると、医師から驚きの事実が告げられた。奥様のお腹に巨大な石子がいます。石子？医者の説明によると、体内で死んでしまった胎児が石灰化し、子宮外で大きくなり、腹部の壁に張り付き、内臓と結合。そのような石灰化した胎児を石子と呼ぶらしいが、過去には300例ほどしか事例がない。
中には100歳の女性の体から石子が見つかった例もあるそう。できた場所が悪かったら命に関わる。取り除かないと。何言ってるの？この子は神の子よ。メイラ、もう終わりにしよう。え？俺は今まで飲んできた彼女の暴挙を初めて諌めた。そうして彼女を説得し、手術を受けさせた。なんて大きさだ。ああ、私の子。レイラ、それは老人形のようになった人形の塊だった。手術後、彼女はまだ元気を取り戻さない。ああ、私の子、どこ行ったの？ああ、もし病院から逃げ出さずに帝王切開を受けていれば、だが死の恐怖から逃げた彼女を責める。そんなこと私はできない。